おはようございます。ゴルフ7チャンネル高沢七重です。今日は私遠征に来ています。日本チャレンジゴルフツアーという新しい大会が今年から始まったんですけど、そちらの大会の表彰式をさせていただくために大阪にやってきました。日本ゴルフチャレンジツアーというのは、女子プロを目指している方、練習生とか、あとレッスンプロの方、あとアマチュアの方も参加資格があって、ワンデー大会で行われるトーナメントになります。で、今日は、女子の大会なんですけど、そちらの様子をちょっとお届けできたらいいなと思っています。大会が行われる会場は、大阪のアートレイクゴルフクラブになります。結構大阪では名門のゴルフ場らしいです。すごい綺麗なゴルフ場です。なんか設備がもうバッチリ整ってる。こんな石とか入ってるのなかなか見たことないですよね。こっちがスタートホールです。すごい橋があるよ。綺麗。部屋です。滝見茶屋。すごい、鯉を見ながらお茶ができるスペースがあります。立派な高級そうな鯉たちが大量にいます。試合前にみんな練習されてます。今日はこのアース製薬カップ、他にもスポンサーの企業様がたくさんいらっしゃいます。マイコンイエーイ。料理店に来た感じの
ごい、こんないい感じの。すごい、すごくいいお天気になってきました。青空、じゃん。朝は寒かったので北海道を持ってたんですけど、日が出てきて嬉しい、あったかい。で、私が今日着ているのは JJ の秋の新作のウェアになります。巻いたけど多分乗ってる。わわわわ、巻いてくれたからよかったよかった。コースの中に庭園があります。すごい、はい、チーズ。ありがとうございます。おめでとうございます。大学生、大学生、はい、おはようございます。はい、チーズ。ありがとうございます。おめでとうございます。森田修子です。今は大学生です。大学生、おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。すいません、ありがとうございました、はい、もう一度こちらもください。ありがとうございます。 YouTube7 チャンネルゴルフの YouTube なので、はい、よろしくお願いします。表彰式が終わりました。いやー、やっぱりアンダーで回るってすごいですね。今日参加された方の中から未来のプロが生まれるといいですね。で、この試合は定期開催なんですけど、今後は毎週開催される予定らしいので、まあプロを目指している方、試合経験をしたい方など、ぜひ参加してもらえたらなと思います。詳しくは概要欄にも貼っておきますので、そちらをチェックしてみてください。ということで、ありがとうございました。